はい、どうもキュウリニキです。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ今回はね、これセレクトボックス三が日3日目ね、これとりあえずね10回引いていきたいと思います。狙いはねこのシーバズですね、キャプテンライトイヤー。じゃあ引いていきます。1回目。おお、オッケー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 、これ強いんでね、ありがたいです。2回目。微妙。3回目。ああ、いらないな、ワンパクシンバいらないな。4回目。めちゃくちゃ謎なスキルの詰めですね、いらないです。5回目。イアン、まあいいかな。イアンはコイン稼ぎね強いんで。6回目。おお、ダークリック。7回目。あー、ムーシュ、これめっちゃ出るな、ムーシュ。 OK。 8回目。おお、ラグビーキー。 OKOK。9回目。おー、あー、いいねいいね、これね結構強いんで、これはいラストだね。お、初めて。おー、やった、あざっすアクアもねこれ結構強いんで、ナミネの介護官みたいな感じのね積むで、コイン稼ぎ強いんでね、よかったです。どうしよっかな、あと2、3回。おおまあ地味に強いやつね。はい、来い、シーバズ来い。おお、来た。オッケー。あのキャプテンライトイヤーとかソラロックとかナミネって当たったらもうスキルチケット1枚もらったのと同じ価値があるんで、もうね最高っすね。うわー、マジかー、もうやめようかな。11だからな、11万しかない、やめときます。はい、こっち、こっちちょっと引いてみましょうか。セット積む、あー来ないっすよねー、来ないっすよねー、ないっすよねはい、コイン稼ぎ頑張ります。12回引いてシーバズ一体でした。はい、じゃあチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。キュウリニキでした。バイバイ。